はい、皆さんこんにちは。今回プレイするのはバトルテックというゲームになります。これはロボットのねターンベースとゲームになります。イメージとして近いのは昔あったフロントミッションっていうねゲームがあったかと思うんですけども、それに非常に近いと思います。早速ねやっていきたいと思います。キャンペーンでニューですね。I am Kamea of House Arano, High Lady of the Oregon Reach, Protector of Coromadir, and the Sword of Restoration. But I am not a hero, no matter what the stories say. A hero would have sacrificed more, compromised less. A hero would have done better. You know this, of course.You were there. My father used to tell me stories about the ancient times, about the Star League, a golden age of prosperity, upheld by the great mech warriors of old, guardians of the innocent, protectors of the peace. I always dreamed of following in their footsteps.I was too young to see the truth of things. After all, it wasn't heroism or a noble cause that won me the throne. It was hiring a mercenary, skilled enough, perhaps ruthless enough, to carry the day. Hiring you. I still don't know if you fought for honor or for the thrill of it, for belief in my cause, or just in my money.But whether it was your noble heart or mercenary mind, your actions gave us hope. That makes you a hero in the eyes of history. Whether you believe it, that's up to you.なかなか重厚なね、出だしですね。なんかこの、なんて言うんだろうな、帝国、国非常に困ってるみたいですね。まあもう良くも悪くも、とにかく、助けてもらえる人をね、頼ってる状況なんでしょうか。そんなね、英雄となるのが私、主人公だと思いますけども、最初は主人公のバックグラウンドとかね、いろいろキャラクターの設定ですね。やっていきましょうか。さあ、数十年前ね、私の家族はどこから来たかということで、私の家族のルーツですね、選べます。最初がドラコニクスというルーツ、クリタって書いてありますね。通称クリタっていうのかな？なんか日本っぽいけどね。これ多分アジア系な感じなんでしょうね。自分の家族のルーツですね、どれか選べってことか。まあこれはね、ちょっと後々にいろいろなものに影響を与えるんだろうけども、ざっくり選んでいきましょうか。このね、アジアっぽいクリタにしときましょう。そして、続いて、私が16歳の誕生日になった日のことであったと。何が起こった？私は追放されたとかね、家族が破産したとか、家族が事故で死んでしまったとかね、家族が裏切られたとかね、いっぱいありますけど、まあ、家族が事故でね、何らかの事故で死んでしまったにしましょう。そして私がね、自分の力で、生きていくと決めた時に、まあ何にね身を投じたでしょうかと。おそらくね、オーリガンっていうのがこの国だと思うんですけども、この国は多分連立政権なのかなのか、それのソルジャーに身を投じた、なった。もしくは海賊になったとかね、グラディエーターになったとかね、雇われ兵になったとか、フリーランス、いろいろありますね、ガード。商人のガード。なんかパイレーツって良くないかな。最初はちょっとね、自分は悪かったみたいなね、パイレーツにいたっていうことにしましょう。そして数年後、ラジュという男に
再会したということで、このラジュという男はいろいろと戦闘を得意とするような人なんでしょうね。ちょっと、年取った。うん。わかりました。さあ、それで私の名前とかいろいろ決めていきましょうということで、まずはコールサインですね。私を何て呼ぶか。モロトフにしときましょう。私のね、ファーストネームは同じくモロトフにしときましょう。で、ラストネームはカクテルにしときましょうか。なんか名前変だけど。よし。で、代名詞というか、私は男か女かですよね。うん。男にしときましょうか。で、顔もね、いろいろ選べるみたいですね。どれにしようかな。うん。ね。これにしときましょうか。でね、さらにね、細かく選べるみたいなんですよね。ここら辺も。すごい。まあ、一旦これにしときましょう。はい。これで、私がね、自分のルーツを選んだということで、結局はこのステータス作りのためにやってるってことだと思いますね。うん。さあ、これでいいでしょう。おーおおお、すごいすごい。結構、複雑そう。やっぱりそうですね。チュートリアルですね。最初こういう感じでズームさせたり、動かしたりできるよってことですね。うん。ローテートがこれでできる。ちなみにこれが今私が乗っているメックでしょうかね。うん。さあ、チュートリアルとしてまずは、最初ね、自分の行動範囲ですね。うん。このね、ドットの点のところまでがこう移動できるってことでしょうかね。ここまで来てくださいということなんで行ってみましょうか。しかも、自分の向きをその後にちゃんと決められる。これが敵ですね。おお、すごいすごいすごい。こうやっていくんだ。ターン制ですね、やっぱり。うん。Like I was saying, I can't prove anything.さあ、私のね、武器をテストしてみてくださいということで、試し撃ちでしょうか。こっちかこっちか、どっちでもいいよと。テストダミーね、テストダミー。まあ、こっちにやってみましょうか。これでファイア。おお、こうやると自分のね、武器が放たれるんですね。で、まあ、いろんな部位を破壊して最終的に全開させるってことでしょうかね。うん。そして、向こうから今度新たなダミーが来ました。これも倒せということですね。これも倒せっていうことですね。なので、同じくこういう感じにしてファイア。隠れてるから難しいね。一回じゃ倒せないんだ。そういうことか。プロテクションがあるってことか。で、今、敵のターン。そして私のターン。さっきのね、ラジュっていうのが、いろいろ教えてくれてるっていう設定ですね。でもう一回、ちょっと見えたかな？敵が。これで倒せんじゃないかな？よし、倒せた。おー、今ラウンド3。結構サクサク進みますね。さあ、続いてここにジャンプしろっていうことかな？こうか。で、敵がいる。ね、顔がちゃんとこっち向くようにね、敵の方に。おお、すごい。熱くなってる。これヒートアップしてるってことですね。ジャンプジェットを使ったためにヒートアップしましたよと。なので、水に入ると、これがね、冷ますことができるよって言ってますね。結構原始的。よし。いいね、いいね。からの今度は肉弾戦のやり方か。肉弾戦はそのままここに移動して、相手の部位も選べんのかな？なんか破壊する。まあわかんないな。まあ今回はでもアタックかな。こうすると、このまま、蹴った蹴った。今蹴りましたね。よし。すごいね、なんか。フロントミッションを昔プレイしたのを思い出しますね。あれはスーパーファミコンだったかな。で、
今度はスプリント、走るってことか。ここに行くと、回避モードみたいなのがあるみたいね。これは、スピードが速く走れるってことを言ってるね。なおかつ、回避モードだと、攻撃が、なんて書いてあったかな。ヒットされにくいって書いてあったな。An impressive display, Sir Raju. Of course, this mech warrior was a student of yours. I'd expect them to know their way around. 一応これでミッションというかチュートリアル終わりに向かってそうですね。これが我々の帝国王国みたいですね。ここに戻ってきなさいということでしょうか。じゃあ行きましょう。よいしょ。ブラックジャック。これがね、私が今乗ってる機体ですね。なんか決してかっこよくないですけど、なんかおんぼろな感じがするけど。よし、ここで終わりかな。よいしょっと。はい、終わりましたね。まあどうやら、このラジュ以外にも、ハイレイディね。女王。そして、ハイレイディのいとこ。ビクトリアっていうのもいるそうですね。仲間に。仲間っていうのかな。今、会話の中に。はい。これでミッションが一旦終了したということですね。今回はね、一旦ここまでにしたいと思います。どうでしょうかね。この続きが見たいっていう方いらっしゃったらぜひ、いいねお願いいたします。またね、チャンネル登録もお願いいたします。それでは。